させてくださるのは、南米からのネイティブアメリカンのグループ司祭の皆さんです。司祭というグループ名なんですが、アメリカの先住民族の言葉で花が咲く、開花するという意味なんだそうです。ずっと昔から受け継がれてきた美しい音楽、そして独自の文化を世界中の人々に伝えたい、一緒に分かち合っていきたいという意味で付けられたそうなんですが、今日は珍しいケーナやチャランコといった楽器の音も生で聞かせてくれます。では早速皆さんに聞いてみましょう。皆さん大きな拍手をお願いいたします。司会の皆さんです。